で、チェスをプレイするっていう日課が下にあるから、チェス代を買ってあげるっていうのはいいかもな。で、二人でチェス。いや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 、直せよリバティの足元びちゃびちゃだよ直せよ誘惑してる場合じゃねえんだ<笑><笑>違う違う違う目の前の <laughs>、目の前のことをもっとさ。しょうがないから、鬼瓦が直して。 鬼瓦のスペックが高すぎてさ何でも鬼瓦になっちゃうな飯作んのもなんかさ、うん、こう修理すんのもさ壊れたものの修理っていうのは器用さっていうスキルが関わるんだけどああ器用さめちゃくちゃ高くなったしなこういうのを繰り返した結果リバティは何か得意なことあリバティもそれなりにな鍛えてんだなフィットネス4だよでもやっぱ全体的にな鬼瓦がすごすぎてな見劣りするよな せっかく結婚したのに鬼瓦の方が飯作るのうまいから料理を作ることになるね。てじゃあ足元汚いよ、リバティなんか。なんかだらしないとこばっか見えてくんな、リバティ。<笑><笑>じゃあ床も掃除して。<laughs> うわ、もう先に自分の排泄を優先した。ほっといたら掃除してくんないかな、リバティ。どうだろうな。 うわ、鬼瓦、鬼瓦自主的に掃除し始めたよ。こういうキッチン台の。どう見ても風呂場が先だろうとは思うけど。うわ、出てきたよ、こいつ掃除しないで。<laughs> お前さ、鬼瓦が,が一人で何でもすることになるんだよ。え、なんか鬼瓦が,がかわいそうな奴みたいになってきちゃうじゃん、これもう。悪人、あ、でもゴミは捨てた。ゴミだけは出しに行く。 家事しないお父さんじゃん。仕事行くときに、会社に行くときにゴミだけ出して、それで家事を手伝った気になってるタイプのお父さんじゃん。あ、あー、ちゃんとゴミ出してくれたわ。ゴミ出すの、ええー、えいっぱい、いったんまとめたじゃん今。今、一旦まとめたよね、ゴミ。なんで散らかしたのちょっと床は拭くからさ、鬼瓦が。 それだけでもやってくんないかな何座ってんのお前。おやる気になった。なってない。なってなかった。<laughs> 部品取り出した上で捨てよう。結局、鬼瓦が。かわいそう。アリバティの仕事が1時間後に始まります。だって。お前ちゃんと仕事行く準備できてるかあまあ、それなりに満たされてるね。欲求は。うん。 風呂ぐらい入らせてもいいか。じゃあ仕事前に風呂入っといて、リバティは。鬼瓦は今日仕事はこれ二人管理するの大変だな。今日仕事休みか。もう鬼瓦もな、スキルも散々鍛えたからな。あ、でもフィットネスレベル10にしたいな。今9だから。だから鬼瓦はもうこれ以上欲しいスキルもそんなになくなってはきたな。 まあ、あと今、ギターか。最近やってんのは。お前、楽しんでる場合じゃねえぞ。30分後に仕事だぞ。わかってんのか。本当にさ。なんか、鬼瓦よりリバティが心配になってきたわ。一緒の世帯になったら。鬼瓦はもうなんか何やらせても安心感があるもん、もはや。あ、<laughs> あ、なんか変なボタン押したな <laughs>。 あってなんだよお <laughs> おお前仕事の時間だろ12時もうねえ何その行動意味あったあそれ仕事着なんだ仕事行く時のいってらっしゃいちゃんと働いてこいよ今収入の格差すごいからよしまあ別にいいんだけどね鬼瓦がこんだけ出世したら別にさ 鬼河原だけ仕事しててもだからって別にさ現実と違ってさ仕事辞めて専業主婦みたいになってもなんかそんなにやることないわけだからどうせならお金稼いでほしいな子供が生まれたらまた別なんだろうけどね <laughs> え大好きじゃないですか トレーナーの大介、今勤務中じゃねえのいいよ、うち来て。筋肉の話しようぜ。来たなちょっと中断して<う>いや。フィットネス技術について話し合おうぜ。えー、いや、しかしすごいよな、この方。あ、そっか。<laughs> こっちからだとまだ空いてねえんだ。 こんなガタイになりたいなぁ。上のシャツ脱いでくんないかなぁ、一回。いやいや、手振ってっけど俺。開いてねえからね。会話するんじゃないよ、普通に。開けてからにしろ。<laughs> なあ。<laughs> お前らさ <laughs>。なんで普通に会話しちゃってんだ、よ、この状態で。<笑><笑>そういえば恋愛ゲージも出てんだったな、こいつ、ピンク色の。 こいつは友達兼愛人みたいなポジションにしようか <laughs> 愛人っていう肩書き似合わない顔してるな <laughs> この画体といい, <laughs> いや,やっぱそういうのができるのがいいところだからねゲームのおー <laughs> 手にキスしましたよ。おお<ー>、ハグまで、まあ。ハグは友達でもするのか <laughs>、まあ。海外のゲーム。ファーストキス <laughs> これ許されますかいや、まあ、結婚の直後、まあ、直後じゃなくても、どう考えても許されないんだけど。鬼がら、正気じゃねえしな。<laughs> 正気じゃねえからな。<laughs> でジム好きだからね <laughs> そりゃジムに勤めてる人も好きでしょう <laughs> ジム好きなんだからい <laughs> け鬼にかわら <laughs> 決めろ1 <laughs> ー <laughs> 一0を超えましたね完全に <laughs> これ多分ウフフなこととかもできるんだよね。まあ、どう考えても最低なことをしているんだけどね。<laughs> 相手がもう筋肉むきむきの男だからちょっとギャグ的な感じになってるけど。お前何冷蔵庫から勝手に俺のご飯取り出してんだよ。何勝手に飯食おうとしてんだ人 <laughs> んちで、ね。<laughs> こいつが今出したご飯勝手にしまえないかな <laughs>。しまう <laughs>。 大助が冷蔵庫から出したご飯すっ <or> と取り上げてすっとしまう <laughs> この後また出してくんないかな鬼瓦鬼瓦じゃないや大助か <laughs> よしよしくどけくどけ <laughs> よし、いいぞ。呆れるほどキスをして。なんて汚い絵面なんだ。で、<laughs> 懲こりずに飯取りに行きやがったな、こいつ。さては。こいつ、さす、うわ、交際を申し込むとかいうボタンある。できるんだ。泊まりに誘ったらどうなんだろう。あれしまいましたよ。 オムレツしまったね。なんだろ、うプレッシャー感じたのかな。いや、でも、鬼が、あ、取り出したじゃん、結局。空気じゃん。もう。いやー、相当仲良くなりましたよ。この一日で。で、そろそろ、リバティが帰ってくるんだよ。あ 帰りましたね、大輔。あと10分でリバティが帰ってくるっていうタイミングで、見計らって帰ったんですかねだとしたら恐ろしい男ですよ。そして帰ってくるリバティ。うわあ、300シムオリオンしか稼げないのか。いや、そう考えるとやっぱすげえんだな、鬼瓦の収入って。<laughs> まあまあ、リバティにも頑張ってもらうけど、これから。リバティは、 お腹もすえれ結局なんかオムレツ作ってなくないあいつこのオムレツ食べようぜリバティお前いつの間にお前バカバカ何やってんだ起きろよ居眠りしてるんじゃないよお前もうお腹空いてるだろ飯食えよ どうしたどうしたなんで見守ってんのいやー、リバティはこれ、仕事行ってる間に、鬼瓦以上に筋肉ついてる男と、不定なことをしていたなんて、考えもしないんでしょうね <laughs>。 あなんでそこで寝んだよ。だからさ、ちょっともう、布団、布団で寝て。<laughs> というわけで、二人での生活が始まりました。これ、今後どうなるんでしょうね。まあ、やっぱこのままだとね、ゲーム的にもマンネリというのがあるので、やっぱ、子供だよな。 うん、この二人に子供を育てられるのかっていうところになってくるね。まあ今回はちょっとな、いろいろ充実したな。結婚もしたし、愛人も作ったし、ムキムキの愛人も作ったし、はい。今後も、ちょっとね、二人の生活を充実させていきましょう。一旦中断しようかな。 はい、ありがとうございました。<laughs>